はい、どうも、なぎです。申し訳ございませんでした。まず、謝ってみました。自分が決めた企画、鬼畜企画が、達成することができずにですね、終わってしまったんですけど、本当ならば、伝説のアルバイター999にして、イエーイって、元気よく終わりたかったんですけど、身の危険を感じまして、まず喉がガラガラになり、目がほぼ、しょぼしょぼして、見えなくなって、正直眠いだけなんですけど、本当に身の危険を少しだけ感じたので、中止させてもらいました。今までこういう企画をやってきた中で、結構、大体クリアしてきたので、負けたというか、なんか悔しい気持ちがすごいありまして、寝るに今寝れない状況です。眠いのに。眠いのに終わったのに。笑い事じゃないですよね。本当に申し訳ございませんでした。つきまして、罰ゲームというか、ちょっとリベンジの機会を私に与えてもらいたくて、来週はフェスなんですけど、その次の週ぐらいにも、同じような企画、999カンストをノラだけでね、するって企画やれたらいいなって思ってます。この度は、失敗して、本当に申し訳ございませんでした。どのくらいやったかというのは、お見せするんですけど、報酬ポイントっていうのを一回見てもらったらわかるんですけど、報酬メーターが6万2000ぐらいいきまして、一回で3、400ぐらい上がるんですよ、伝説って。でもずっともう行き来して、勝って負けて勝って負けて繰り返してたら700で停滞しまして、本当に身の危険感じてやめたんですけど、6万いきました。で、鱗の方がですね、使っちゃったんですけど、もうなんか100、200ぐらいあって、結構あったんですよ。使ったんですけど、たくさん手に入れることができました。ガチャガチャのこの71って書いてあるガチャポンもですね、実は99になりまして、一回ぶり返して一周しました。で、この日だけでめちゃくちゃクマさんポイントカードもね、更新されたので、個人的には良かったんじゃないかなって、この企画いっぱい仕掛けができて楽しくできたので、本当に楽しくできたので、良かったんじゃないかなとは思うんですけど、一番ね、達成したかったことはできなかったので、悔しかったので、次回に期待してもらいたいです。ごめん、本当に皆さんごめんなさい。マジでごめんなさい。寝ます。これ言わないと寝れなかったわ。